DAW レッスンの鈴木です。今回は IK マルチメディア T-RAX モジュールの中から EQ プラグインの EQP1A 紹介してみたいと思います。この EQP1A はモデル名見ていただいて分かる通り、アナログイコライザーの定番になっているパルテックの EQP1A をモデリングしたというタイプになっています。このパルテックスタイルの EQ というのは、いわゆる一般的な EQ プラグインとちょっと考え方が違うところがあるので、初めて触ると戸惑ってしまいがちだと思うんですけれども、仕組みさえ分かってしまえば音作り自体は非常にシンプルですし、かっこいいサウンドっていうものを簡単に作ることができますので、今回はパルテックスタイルの EQ の考え方や基本的な使い方と一緒にこの製品を見ていきたいと思います。まず概要から見ていきましょう。この EQP1A なんですけれども、3つのセクションで分けて考えることができます。まず1つ目が定期セクション、それがローフリーケンシー、ブースト、アッテネート、この3つですね。2つ目が広域のブーストセクション、ハイフリーケンシー、ブースト、そしてバンドワイズ、この3つのつまみです。3つ目が広域のカットセクション、アッテネートとアッテネートセレクト、この2つのつまみっていう感じですね。定期バンドから見ていこうと思うんですけれども、まずこのバンドはシェルビングカーブになっていますので、設定した周波数より下の帯域に全てに効果をかけるということができるようになっています。まずこのローフリーケンシーは周波数を設定するセクションです。例えば 100Hz 設定してあげると 100Hz より下の帯域に EQ がかかるよと。メモリは CPS という風になっていますけれども、 Hz と考えていただいて問題ありません。そこの帯域に対してブーストなりカットを行っていくよと。これを使う上で知っておきたいのが、どのぐらいの周波数に対してこの EQ の効果がかかるのかということです。ですので今回はピンクノイズを使って周波数特性がどのように変化するのかというのを見比べてみたいと思います。ちょっとこれは音うるさいのでミュートしちゃいますね。はい、今何もかかってない状態ですとこの特性になっています。まあピンクノイズですので一直線に並ぶようなイメージですね。ここに対してじゃあ 100Hz ブーストしてみましょう。すると、はい、こんな形でブーストされていくわけなんですけれども、今 1kHz あたり、もうちょっと上ですかね、かなりなだらかにブーストされているというのが分かっていただけるのではないかなと思います。で、今度同じように 100Hz をアッテネートしてみたいと思います。するとカーブどうなるかと言いますと、はい、こうなります。先ほどのブーストよりもちょっと周波数が上にシフトしているのが分かっていただけると思うんですけれども、同じ周波数を設定していてもブーストとカット、周波数が若干ずれていると。そしてこのパルテックスタイルの EQ で一番特徴的なのが、同じ周波数に対してブーストとカットを同時に行えると。この時にどのような変化があるかというとですね、まあ、ポイントがずれているとご紹介した時点で想像はつくと思うんですけれども、まずブーストするとこんなカーブですよね。そこに対してアッテネートをかけていくと、はい、こんな形のカーブになります。このあたりですね、だいたい 800Hz から 1.25kHz あたりにですね、くぼみができるよと。このくぼみを作ることによってブーストさせた時の効果っていうものをより強調することができると。簡単に言えばかっこいい音を作ることができるわけなんです。で、このテクニックっていうのはですね、パルテックスタイルだけじゃなくて普通の EQ 使う場合も一緒で、特定の帯域をブーストしてそのちょっと先ですね、このくぼみのあたりをちょっとへこませることによっていい感じのサウンドを作ることができるわけなんですけれども、いわゆるこういうミキシングのテクニックとかそういうものを知らなくても、なんとなくつまみ回すだけでいい感じのサウンドを作れてしまうと、パルテックスタイル EQ のいいところ、面白いところだと思います。続いて広域バンドのブーストセクションですね、この3つのつまみについても見ていきたいと思います。これも同じですね、 KCS っていうのが周波数です。例えばじゃあ 8kHz に対してブーストをしていくよと。今見ていただいて分かる通り、ここのバンドに関してはピーキングカーブになっていると。そしてこのバンドワイズというのは一般的な EQ でいうところの Q に当たるんですけれども、一般的な EQ の場合 Q を上げていくとこう狭まっていきますが、これ反対の動き方をします。下げていくと Q が狭まっていくよと、こんな感じですね。またちょっとブースト量が増えるっていうのはポイントになっていると。バンドワイズ最初にした設定でもですね、そこまで細かい Q にならないよというのも知っておくといいかなと思います。3つ目のセクションは広域のアッテネートセクションですね。こちらに関してはシェルビングカーブになっていると。
アテネートセレクトで周波数を選択してカット量をアテネートつまみで設定していくよと。例えば今 5kHz より上の帯域をカットするよと。これもかなりここで設定した周波数より下の帯域からかかっているのがわかるかと思います。 10kHz そして 20kHz、 こんな感じですね。でこちらに関してもブーストとアテネートっていうものを組み合わせて使うことができるようになっています。でこの状態でじゃあブーストを上げていくとどのような変化が生じるかというとですね、ちょっと周波数上げ目にしてブーストしていくと、はい、こんなカーブが出来上がります。ブーストとアテネートの場合はブーストの方が優先されて、ここにアクセントを作ってくれるよと。シンセとか詳しい方はフィルターのレゾナンスを上げた状態っていう風にイメージすると、まあ分かりやすいと思うんですけれども、ちょっと癖をつけることができるんですね。アナライザーだけ見ていても面白くないですし、まあ、正直あんまり意味がないので、実際に音鳴らしながらどのような変化が生じるのかというのを聞いていきたいと思います。今回はですね、個人的にもこのパルテックスタイルをよく使うキックドラムを例に紹介してみたいと思います。今こんな状態のサウンドですね。で例えば周波数 60Hz にして定期からいじっていきます。ブーストしていくとこうキックの何の要素っていうものを簡単に再現することができます。でここまで来るとちょっとこう鳴りすぎ感が出ちゃうと思うので、そこをアテネートしていってみましょう。そうするとブーストした帯域よりちょっと上がカットされていくので、もうこんな形でちょっと音を締めることができるわけです。オフにしてみると、オンにするとなんかこうキックっぽいいい感じ、こんな形でかっこよく言うと音楽的というかですね、まあいい感じのキックサウンドっていうものを非常に簡単に作ることができると。で同じように広域のところでじゃあアタック成分っていうものも出していってみましょう。まあ十分出てるはいるんですけれども、ブーストしてこの状態で周波数動かしてあげるとよりポイント見つけやすいと思います。またバンドワイズ下げちゃっていきましょう。今回この辺にしときましょうか。ここでアタック成分を出してあげて、まあ、必要に応じて、まあ、カットしてもいいのかなと。あんまりカットしちゃうとこんな形でちょっとこもった音になっちゃうので、やりすぎは注意が必要です。まあ、こんな形ですかね。まあ、特に何も難しいことやっていないんですけれども、音作りっていうものが一瞬で行えるというのが分かっていただければいいなといったところです。で、ご覧いただいて分かる通りですね、ここで表示されている数値とかっていうものが全く当てにならないので、数値で考えるよりも実際にサウンドを聞きながらもうちょっと上がいいかな下がいいかななんていうのを探っていく、あんまり難しく考えるよりも直感的にザクザク触っていった方がいい結果が得られると思います。個人的には今回使ったキックドラムであったりベースでもやっぱり使いますし、あとボーカルでこう抜けを出したい時とかっていうのにもこの EQ-PAA を結構多用しているケースが多いです。最後にこの EQ-PAA の特性についてお話ししてみたいと思うんですけれども、この EQ-PAA オリジナル実機の内部にはトランスと真空管が入っているよと。というのもそれ以前のパッシブのイコライザーの場合ですと入力音をどうしても欠損してしまう、小さくなってしまうという問題があったわけなんですけれども、それを解決したのがこの EQ-PAA だったというわけなんですね。でそのトランスと真空管を通りますので、ただ通すだけでも EQ をオフにした状態でもサウンド変化が生じるというのがまた面白いところです。今は EQ-PAA いろいろなメーカーさんからこのモデリングプラグイン出ているんですけれども、それと聞き比べてみるとこの T-Lux の EQ-PAA に関してはかなり味付けが薄味です。プラグインによってはですね、インサートするだけで 1dB とか音量が上がるようなものもあるんですけれども、この T-Lux に関してはほとんどレベルも変わらずに、どちらかというとこうスッキリしたようなサウンドっていうものを作りやすいのかなといったところですので、用途に応じていろいろなメーカーの EQ-PAA を組み合わせて使ってあげるというのも面白いのかなといったところでございます。ということで今回は IK マルチメディアの T-Lux モジュールの中からパルテックスタイルのイコライザー EQ-PAA を紹介してみました。ぜひ活用してみてください。それではご視聴ありがとうございました。